どうも、こんにちは、まりでございます。そして今回紹介するのは、こちら、ドン。モンスタースーパーコーラー。というわけで、モンスターのスーパーコーラ味は、発売されたので飲んでいきたいと思います。その前に、ちょっとカメラが壊れまして、今、アクションカメラ、まあ、GoPro みたいなやつで撮ってるんで、いつもと画質が違うのかな？音質で画質が違うかもしれませんが、ご許しください。なんだ、この辺とか見えてるのかな、やっぱ。まあいいや。まあその動画撮る予定なんで、ちょっと、しばらくはこのカメラで行くと思います。はい、というわけで、ついに発売されました。モンスタースーパーコーラー。以前、キューバリフレットがあったんだけど、モンスターに。同じ赤色の。それもコーラの味がしたんですけど、はっきりとコーラとは言ってなくて、モンスター側も。なんでね、ちょっと、今回ちゃんとスーパーコーラって書いてあるんで、コーラ味なのかなと思います。読んでみるか。モンスタースーパーコーラ。このような説明られるのはこのボトルしかなかった。さあ、このスーパーサイズの届けて、爆発的パワーを感じてくれ。ただし、超滑らかで爽やかな味わいに惑わされるな。モンスタースーパーコーラは、伝説のエナジーベンドを船に搭載し、ハイパフォーマンスを出すために、最適化されているからだ。このギャップできるビニールのボトルで、いつでもこれも、気を注入し、つけろ。やつが良き気になっているということで、キャップ付きなんですね、今回。普通のモンスターもキャップ付きのはあるんですけど、それ以外のモンスターでのキャップ付き初めてってかな。で、ガーナとか入ってるね。100ml 当たりエネルギー 46kcal、カフェインは 40mg ですね。じゃあ、早速飲んでみる？一度開けても、蓋をしてまた後で飲むってのもできるんで、いいね。さあ、開けます。匂い。あ、コーラだわ。匂いからすでにコーラだわ。じゃあ、注ぎます。おー。コーラだね、色も。じゃあ、いただきます。あ、完全にコーラだわ、これ。まあ、スーパーコーラって書いてたんだけど、コーラによって何かじゃなくて、完全にコーラですね、これ。うん。美味しい。俺、あんまコーラ飲まないんですよ、普段。なんだけど、それでも、普段コーラ飲まない俺でも美味しいと感じますね。まあ、後味がすごいコーラなの、これ。モンスター苦手って人も、こんなの飲めるんじゃないかな。コーラだし。いや、すごい、ね、美味しいよ、これ。俺、最近モンスター青しか飲んでなかったから、エネルギーゼロカロリーのも青しか飲まなかったんで、すごい新鮮。あー。美味しいな。どんどん行きたいな。500ミリって結構あるよね、これ。だから、この後動画の撮影とか編集があるんで、それしながらやろうかな。飲もうかな。そう、モンスターはね、サッカーイングランドプレミアリーグのスポンサーなんですよ。よくスタジアムとかのに看板がなんですよね、中継見てると。モンスターエナジーって書いてある看板があるんで、やっぱ世界中で愛されてます、モンスターは。俺も大好きです、モンスター。やっぱエナジー電化ってやっと一番モンスター好きかな、やっぱいろいろ種類あるけど。はい、というわけで、後味もすごい高価な感じがして、おすすめです。はい、というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。またね、エナジー電化に関してやったら紹介したいと思うので、よろしくお願いします。では、ありがとうございました。バイバイ、まったねー。うめー。